こんばんは。先ほどはありがとうございました、なんか中途半端になりましたけども、雨がやっぱりあれから激しくなって、結構今もザーザー降りで帰ろうかなと思ったんですけどもね、ちょっと来客の予定が入ったんで事務所でちょっとまた、ただ寝てるだけのハーブ手吹きになると思いますけども、ちょっとまあお付き合いよいしょいただける方がいらっしゃったらゆっくり見てやってください。パソコンをね、これ私もちょっとつけたいんですけども、どっから入っていったらいいんかがいつもねよくわからないんですよね。で入るの困ってね、なかなか入れないんですよね。どっから入ったらいいのやろ。多分ね、あの30分そこらはあの来客来るまで2時間かかると思うんで、その間またお付き合いいただけたら。私もあのまあ特にやること今はないんでね、ちょっとまあ遊びがてら、どうせまあ白と仏器は来ないして、まあ、夕方まではね外にいてるんですけども、まあ、同僚が帰った後、あの私がライブしたりとかね、夕方の時間上で過ごした後帰ってきてからは大体いつもこっちに入るようになってますね。だから彼らもよく分かってて、最初普段はあの外へまあスッと入ってくれるんですけども、この時間に帰ってきた時はこの中にやっぱり入れてくれっていうようになりました。結構ね、その辺はちゃんとよう分かってるみたいですね。あ、北の国の話ですね。北の国は若い方はやっぱご存じないみたいですよね。あの私らみたいな年寄りには有名だったドラマで、私も新婚旅行で一応北海道行ったんですけども、その時に、普段のね放送は終わってましたけども、スペシャルの、ちょうどロケの手前だったんで、ロケのセットの家のところね、ボロい家のところへ行って写真撮ったり中入ったりしました。いやもう年寄りでしょ、そらどう考えても年寄りですよ。これからね、子育てされる方と子育て終わって、ね、私らはもう置いていくだけですからね、もう十分置いてますけどね。うん、まあ、なんとなくね、その子供らが大きくなって、成人して、結婚してっていう子供産んでってなると、やっぱり自分が年取っていくのも納得できますよね。あ、私、8月に、孫生まれたんで、一応おじいちゃんですよ。まあ一人ですけどね。前回の、預かり猫が帰ってきた時に、娘と、孫も一緒にしたから病院から帰ってきてました。だから、令和元年生まれです。娘は平成元年生まれです。そうですね、同級生になりますよね。うん、そうですね、まあ普段の預かり猫は違うんですけどね、前回はそうやか長くいた時は出産した後に、出産するのに病院に入る時点から預かったんで、出産してから入院してる間と1ヶ月間こっちにいてた間は猫も一緒にいました。あ、やっぱり今が事務所ですよ。事務所からです。事務所なんですけどね、スマホを立てるスタンドが以前はあったんですけどね、それが行方不明でね、ちょっと今、不便してます。これ今、机の上に両面テープでスマホの下を貼っつけて、水筒を、縦にして、つっかえ棒にして今立ててるんですけどね。
出産はあれでしたけどね、病院でしたけどね。うちも女の子です。まあ、事務所から、Wi-Fi 使ってるんでね、自分で今、私もパソコンで同じ画面見てますけども、まあ、比較的綺麗に見えますよね、結構ね。よいしょ。多分もうちょっと大きくなってくるとどんどん可愛くなってくるんかなっていう気がしますよね、やっぱり。ただ可愛いって言っておけばいいですもんね、本当に。自分の子供だと責任もありますし、いろいろ、まあ、真剣に考えて大変なも記憶ありますけどもね。そのあたりは孫になるといい顔して、本当にいい部分だけを楽しませてもらえたらそれでいいなっていう感じになるんで。まあ、本当に可愛くなるんだろうなっていう気はしますね。まあ、ハット武器は比較的冷静です。あんまり子猫が来た時もそんなにすごくね、どう言ったらいいんですかね、構えすぎることもなく、ただ私らが大切にしてるものはみんな分かってるんでね、そのあたりは無茶なことは何もしないですしね。それよりも、まあ、猫ちゃんの方が興味津々でね、結構言ってましたけどね。せっかくね、ここへ帰ってきておとなしくからね、やっぱりご褒美をあげてやりたいところですよね。やっぱりね、本当におとなしくしてくれないときは困るんですよね。私が、まあ、仕事なり遊びのときでもですけども、おとなしくしてほしいときにしてくれないと、まあ、腹立ちますし、怒りたくもなります。物壊されたらね、怒りたくもなります。でもね、もう今そういうことが全くないんでね、逆にことあるごとに本当なんかこうあげたくなるんですよね。育児のエロゼみたいなんもあるのかもしれませんけども、なんとか頑張って乗り切ってください。なんで泣いてるのかわからんって、お母さん呼んでるんですよ。私が今ね、これちょっと触ってるんでね、喜んでます。あ、今表示されない言葉が出ましたね。書いた方はわかるかもしれませんけども、表示されない3匹さんの言葉が今表示になりましたね。まあ、この内容では問題ないんで表示にしときますけど、やっぱり、ダメなんですね。大抵ですよねっていうのがやっぱダメなんですよね。今公開にしましたけども、おちりっていうのの言語がダメなのと一緒で、もう一つやっぱりダメなんもあるみたいですね。とりあえず保留になってました。そうそう、おちりの言語ね、元の言葉は表示されないんですよね。あ、そうそう。そうですね。胸なら OK ですよね。表示されてますね。まあ、YouTube もやるようにな、なかなかすごいな。なるほど。そういうふうにみんな工夫して
チャットもせなあかんわけですよね。おおぱいね。何ですか、変な言葉入れてるのは。あれ、ちょっと今 LINE が来たんで、ひょっとしたら来客の方かな。あ、違いました。ちょっと今 LINE 来たんで LINE を書いてます。はい、送りました。で、インゴ本当にアマチュア無線なんかもね、結構インゴってやったんですけどもね、使っちゃダメっていうことになってますけどね。まあ、ここらは内容から言って別に問題ない分は私が公開すればいいだけのことなんですけど、その時すぐに見れないんでね、他の方がね。はい、雨が降ってきたんで一旦帰ってきたんですけども、帰ってきて、帰る支度をしてたらちょっと来客の電話が入ったんで、ちょっと今私今することなくなっちゃったんでね。まあ、することって言えば、普通はこういう時は外に出て案件物件のブラシ入れたりね、コーム入れたりするんですけども、この室内の中でそれすると本当もう毛だらけになってしまってね、明日ビニール袋パッとこう引っ張り出したりしたら静電気でブワーッとね、毛が寄ってくるんですよ。それぐらいなんか毛だらけになるんでね、まあ同僚にも悪いし、この中では公務入れたりはしないんでね。まあ、今日公務入れてもそんな静電気はないんで、飛び散ることはないんですけども、それでもやっぱ抜け毛が室内に溜まると面倒なんでね、掃除してくれる妻にも毛だらけやってやっぱり迷惑かけますから、うん、そういうのはできるだけこの中でおとなしくしてもらって、毛も抜けないようにしてます。ぶっちゃん、ぶっちゃん、もうちょっとそっち行かんとみんなに見てもらわれん、映れへんわ。せっかくぶっちゃんここにおんのに、いつもそれで乗ってもぶっちゃん映れへんのに。ちょうどぶっちゃんこの段のついてるところへね、背中をもたれさせて、もうちょっと向こう行って、よくしょっと、よいしょ、よいしょっと、ね、あ、いいよもう、はいはい、足の裏の穴見れますか？穴はね、見れるかな。穴はちょっとね、足広げんと見えないんで、嫌がるかもしれないんで、ちょっとね。ごめんなさい。ちょっとね、マジックテープで、じゃない、両面テープでひっついてるんですよ。ちょっと取りますね。よし。こんな感じでひっつけて、水筒でつっかえ棒してました。よいしょ。よっこいしょ。ちょっと待ってくださいね。嫌がるかな。この部分ですね。でもね、こういうこともね、大事なんですよ。口の中を触らすとか、痛いところを触らすっていうのもね、訓練として必要ですよ。こう本当に、多分まあこの気持ち悪いと思うんですよね。まあちょっとは痛いとも思いますし、やっぱりそういうところをやめてくれって持っていきましたよね、鼻でね。痛いところを触らせてくれるっていうのも、特に大きな犬大事だと思います。もうこの子らが本当に怒るようになったらもう手に負えないですから、痛いとことか悪いところを触らせてくれるっていうふうに訓練も必要だと思います。特に口の中はもう牙と直結してますんでね、そのあたりはやっぱり口の中に手入れても怒らないっていうの、絶対噛まないっていうのやっぱ必要だと思います。確かに私が痛いっていうことに気がついてるっていうのも、ブッキーにしたら多分分かってるとは思いますけどね。
だから、ある程度信頼してくれてるんで、触っても怒らないっていうのもありますし、絶対噛んじゃダメっていうふうにも思ってると思います。それもね、これも、さっき今訓練って私言いましたけど、訓練じゃないですね。いつの間にかそうなってました。ゴールデンでも確かにカムイヌはいてますから、そこはもう、やっぱり、いかにうまく暮らすかっていうのは、やっぱ噛みつかれるとうまく一緒に暮らせないですからね。もうこの子ら怒ったら手に負えないですよ、そんなもう、人間は大怪我します。ゴールデン同士の喧嘩に間入って、やっぱり怪我した人もいてますしね。この近所でも、ボクサーと柴犬が喧嘩して、間に入った飼い主さんが怪我して、結構問題になったことありましたしね、この辺でも。今もう一つね、確認待ちのがあったんですけどね。今、公開しときました。多分本人様は分かってると思います。そうなんです。病院行った時にね、触らさなかったらやっぱり治療できないんですよ。もう大怪我した時とかやっぱり触らさない子結構多くてね、痛くても、少なくとも私の手は絶対噛まないっていうようにしとくと、私が抑えて獣医さんに治療してもらうこともできますから、それはやっぱり必要かなと思います。まあ、犬に破傷風があるかどうか私ちょっと知らないですけども、今日は本当はさっきみたいな状態なんでね、泥の中にはやっぱ足突っ込んでほしくなかったんで、池の横へは結局行かなかったですし、クレソン取りに行かけたんですけども、あれも、それもあってね、ちょっとやめとこうっていうのもありました。ただ本当は今日は畑にもね、ちょっと下が雨降った後は土になっちゃう、泥になっちゃうんで、行かない方がいいかなとも思ったんですけども、見たら雨が大したことなかったんで、まだドロドロになってなかったんでね、ちょっと行きました。ドッグショーに出てる時も、ゴールデン仲間の、知り合いのね、犬が、ぶっちゃんの横通った時に、ぶっちゃんに、髪にかかってきたことがあったんですけどもね、幸いそれは、私もブッキー引っ張ったんで、噛まれずに済んだんですけども、やっぱり噛み癖のある犬っていうのは、気ぃつけんとどこででも、なんかの拍子にパッと噛みついたりすることあるんで、その方も注意はしてたんですけどね、手で口を押さえて気をつけてはったんですけども、それでも武器にちょっと飛びかかってくるっていう感じになったんでね。武器は喧嘩買わないですね。小さいのであろうと大きいのであろうと買わないです。本当に噛まれてね、大怪我するようなことになれば反撃するとは思いますけどもね、普通は大きな犬に噛まれたことはないんですけど、小型犬には何度か噛まれたことあるんですけど、その時も反撃したことは一度もないですよ。反撃したらその子死んじゃいますからね、本気で反撃っていうのはもう多分ないと思います。ハクとブッキーの喧嘩見ててもそうだと思います。ハクはブッキーよりかは喧嘩早いところがあるかな。時々、来てもらうフレンチブルの子がいてるんですけど、フレンチブルが男の子なんでね、ハクのお尻をやっぱり匂いに来るんですよね、しきりに。で、マウントしようとするんです、どうしても。で、あんまりしつこいとね、ハクはやっぱりちょっと怒って、口をパクッと動かして噛むふりしますよね。ただ本当に噛んだことはないですけどね。武器は、それさえもほとんどないんで、うまく逃げてますよね。みんな、フレンチブルって分かってはるわけや。乗せてますからね。武器は多分、こんだけ体も大きいですし、顎も幅広いんで、幅広くて、厚みもあるから、きっと頭の筋肉もついてるんで、噛む力は強いと思いますよ。私らの腕なんかやったら噛まれたら多分骨割れますからね。二の腕でも割れます。牛の大腿骨でも割ってしまうんですから、
それは本気で噛まれたら人間の腕なんかひとたまりもないですよ。そうそう、一回吠えましたよね。あれ確かみかんやったと思いますけど、で私も言うてしまいましたけどね。別に大丈夫な方なんでいいですけども。あんまりしつこくされて、確か吠えたことありましたよね。でもだから、そのまま攻撃して噛みつくかいうことは多分ないと思うんですけどね。ちょっとね、だいぶ、畑でやってて雨降って、途中でやめちゃったんで、こっち帰ってきて、ちょうど時間待ちができたんでね、来客待ちで今ちょっと、時間が私もできて、手持ち無沙汰っていうのもあって、じゃあここで、止まった静止画みたいなライブをまた撮って、後で、プレミアム公開にしようかなと思って撮りかけたんですけどもね、いや、まだ、ね、見ていただける方がいてんねやったらライブでもいいかなと思って、ライブに切り替えたところなんですけどね。フレンチブルのあの子も、もうちょっとしたら多分ね、落ち着くと思うんですけどね。またやっぱり若かったんで、若気の至りでやっぱり女の子に乗ろうとするんですよね、どうしても。あの方、以前もフレンチブル、飼われてて、とっても大事にされてて、で私が以前エルフっていう犬が亡くなった後にしばらくしてからお見舞いに来てくださって、でその後しばらくして前に飼ってたフレンチブルが病気見つかりまして、心臓の裏に腫瘍があるっていうことで、で電話かかってきて「関さんどうしたらええと思う?」って言って、大きな病院やったら手術できるらしいけども、年やから麻酔で。ちょっと危ないかもしれへんし、手術も成功率50%ぐらい、金額は100万ぐらいかかるって言われてる、関さんやったらどうするっていうふうにね、言われたんです。私も今、名前言いましたけども、関と言います。もうご存知の方も結構多いと思いますけどもね、結構その時に腹割ってっていうかね、私が亡くなったエルフの時のことの話したりとか、そんなんで、割と、お互いに心開いて話してからいろいろ、それ以外の、犬以外のことでもね、お話しするようになって、で結局、私ならどうするって言われたら、リスクのある手術はせずに今健康やったらそのまま暮らしますっていうお話をして、症状が出たらそれに対しての対処療法だけしますっていうことでお話ししたら、それでいいと思いますかって言うから、手術する上で手術して何年生きれるかっていうのと、手術で死んじゃうかもしれないっていう、その話と、両方考えて、結局手術せずに、兄弟の中で一番長生きしました。手術してたら、どこまで生きたか、もっとあと1年、2年生きたかもしれませんし、もっと早く死んだかも、比べれないんでね、わからないですけど、兄弟の中で一番、兄弟4、4頭かな3頭かちょっと忘れましたけど、その中で一番長生きしたって言って喜んではりました。でまだその後ね、フレンチ迎えよう思てんねんけどっていうことで九州まで車で取りに行かれてました。ストーカーね。
私のストーカーじゃないのでいいですよ。琥珀と息吹のストーカーなんでね。この子らは、人に会うことは好きですから。だから、普段の私との生活といろいろ変化をつけるっていう意味で、やっぱり来客があればこの子らって喜ぶんですよ、本当に。それは動画見ていただいても多分わかると思うんですけどね。やっぱりバス停迎えに行った時も、バス停から降りてこられた方が「わあ吐く」って言ってくれたら、やっぱり喜びますし、その日一日はテンション高いと思うんですよ。ですから、それはこの子らにとっては精神的にすごくいいことだと思います。今日来られたお客さんがちょっと話されてたんですけど、お母様が地方がちょっと入ってきたっていうことで、その時にお話しされてたんが、やっぱり変化、いろいろ刺激があった方がいいっていうふうに医者から言われたから、ちょっとまあいろいろ連れ出すようにしてますっていう話をされてました。まあ、そういう意味で言うと、この子らもつなぎっぱなしで人間に会うこともなく、時間だけが過ぎていってっていうんであれば、まあそういう症状が出やすくなる年でもあると思ってます。割とそうやから、まあいろいろ変化をつけてね、私も散歩自体もそうなんですけどね、散歩自体も変化をつけてあげたら、まあいろいろ考えることがあったりとか、まあそのための野生動物の匂いであり、まあ鹿のね、黒豆も匂うこともいいと思ってますしね、すごくこの子らには刺激になると思いますから。可愛がってもらえるっていうのは、本当にこの子らの人徳じゃないですけどもね、犬徳ですよ。やっぱり近づいた時に警戒する犬、確かにいてますし、それはそういう犬種も必要なんですけどもね、ガードドッグっていうのは必要ですけども、ゴールデンは少なくともそういう必要がないんで、やっぱり来ていただいた方にすごくこうフレンドリーなのが大事だと思いますしね。まあこの子らは要するにゴールデンで、ゴールデンらしい性格かなと思いますよね。まあ、私は人徳ないんですけど、この子らは犬徳がありますよね。それは間違いないと思います。この子らは犬徳があります。犬徳がありますよね。集まることがね、別に私ダメとも全然思わないですしね、また来れる方が来て、まあ、うまいこと調整ができればね、そんなことも全然私は構わないですし、OK だとは思います。ただ遠くて来れない方も実際いらっしゃるんで、その辺りがどうかなっていうのはちょっと思いますけどね。飛行機か。 この間北海道から来られましたけどね、実際。ちょっとまあ本当に恐縮しました。本当驚きました。カレンダーも持っていただ来ていただいてね。あれ、今これ何分やった？もう29分ですよね。来ませんね。突然ふっとこのよいしょ、向こう側に人影が見えて入ってこられそうになったら、ちょっとまあご挨拶だけしてすぐにちょっと終わらせてもらうような形になるかもしれませんので、それだけご容赦ください。どうしてもちょっとまあ車で来られるんですけどね。本当タイムリミット本当にありますよ。白も仏器ももう本当にいつまでも元気じゃないですからね。この辺りはもう本当に近いと思ってます。そんなにあと5年もあるわけではないですから、もうその辺りは限界が近いと思います。実際はこの子らも腫瘍はありますから、息吹もお腹に複数の、まあ、脂肪の塊だと自分では思ってますけどね。検査したら本当に脂肪の塊かどうかわからないですし、ハグも胸にもありますし、背中に小さいのもたくさんあります。まあ、その辺りをね、全部本当は検査してっていうふうに思う人もいてますけど、
私はしないです、それは。もう、この子らが、この子らの苦痛になることもしたくないですし、することによるデメリットもあるっていうのも聞いてますから、もちろんメリットもあるんですよ。メリットもありますけどね。それは、オーナーさんの考え方で、人によっていろいろなんでね。そうですね、ここへ来るには車、まあまあバスで来られる方もね、何人もいらっしゃいますけどね、隣町の茨城市から来られる女性の方もいてるんですけども、その方は、バスで来られてますよね。あと、ちょっとまあ最近は遠くに引っ越されてしまいましたけども、大阪市内の方も、時々来られた方、女性の方ですけど、その方もやっぱり茨城市から、バスに乗って、この下の、バス停まで来られてました。その時はバス停までお迎えに行ってね、時々、そういう動画も上げたんですけどもね。もちろんあれも、あれはライブじゃないんで、ご当人さんが、乗せんといてほしいって言われれば、もちろん乗せないですしね。今まで来られて、乗せんといてって言われた方はいらっしゃらないですけども、オートバイの関係の方で、撮った時に、乗せないでねって言われた方はいてました。あ、まさかの退院日でした。なるほど。退院はおめでたいからいいですね、それはね。病気で入院するわけじゃないですからね。おめでとうございます。まあ、バスは、1時間に1本ですけどもね、一応、阪急バスっていうバスが通ってますから、バスで来ようと思えば来れます。まあ、真冬はね、やっぱり、この辺りの方、皆さん、私も含めてみんな、車にはスタッドレスタイヤ入れてるんで、ノーマルタイヤで来られる方は、昼ぐらいにスタートされた方がいいと思います。真冬は、毎朝、霜が降りて、それが凍ったりしてね、日陰なんかは昼前ぐらいまで凍ったままになったりしてますから、冬場はまあ、皆さん、この辺りの方はスタッドレスタイヤです。まあね、皆さんにこうやって可愛いって言っていただけるのは、本当まあ、私としてはね、自分が好きで飼ってるんですし、可愛いと思って飼ってるんなんで、その子らのことをね、やっぱ可愛いって言っていただけるのは嬉しいですし、まあ、会いに来てくださるのも、さっき言ったように、この子らにとってすごくいい刺激になると思うんでね。ね私と小駅で寝ました？ああ。まだ名前は決まってないんでしょうかね。お腹にいてる時からそうですか。なるほどね。まあ、ブッキーもね、右手、さっきちょっとまあ傷のところを見てもらいましたけども、本当はもっとね、丁寧に毎日2回3回消毒していろいろこするのも方法ですけども、まあ、この子らをそれによって今度痛い思いさせて制限して散歩も制限してっていうのをするとこの子らの一日っていうのは私の何日に当たるか考えるとまあ正直もったいないなと思ってね、それもまあ、今やりたいようにやらせてあげようっていうふうに思ってます。まあ、ショーの場合はね、可愛いっていうのだけではないですから、そのあたりはいろいろ基準がありますから優先順位が、それぞれのジャッジの中にあって美人さんを一番にする人、美男子さんを一番にする、しやすい人っていうのもいてるんですよ、実際。そういう、ジャッジの方もいれます。そうじゃなしに、この子ら評価してもらうのは骨格構成なんですよ。骨格構成、この子らは割と、
まあ、ゴールデンのスタンダードっていうのに割といいんで近いんですよね。でしかも白白なんかは女の子にしたらものすごく骨太でしっかりしてますから、まあ、その辺りを取ってくれたんだと思ってます。まあ、琥珀は2015年に一番いい賞を取ったんですけども、まあ、他にもっと綺麗な子はたくさんいました。ジャッジのスタンダードっていうのが、まあ、JKC っていうのは AKC、アメリカのケネルクラブと日本のケネルクラブっていうのがあって、それぞれに基準があるんですよね。で、まあ、日本のケネルクラブは大体、まあ、AKC とそんなに変わらないんですけども、まあ、その中で文章で規定されてるんですよね。で、その文章で規定されてるのをジャッジがそれぞれの頭の中で理解した姿に、まあ、構成に一番近い子を選ぶわけですよ。だから頭の中でできてるイメージっていうのは人によって違いますから、だからジャッジによって評価が分かれるっていうのも仕方がないんですよね。まあ白はね、2015年にチャンピオン権の中のゴールデンのチャンピオンクラスの中で一番取りましたから、まあその年の日本一って言ってもいいんですけどね。日本一っていうのはまた別にもう一つ年間ランキングっていうのもありまして、その年間ランキングでの日本一っていうのもあります。2015年の年間ランキングっていうのもあります。その時に勝ったポイントっていうのは白は持ってましたけども、まあ大きな賞で1回勝っただけなんで年間ランキングは下の方になっちゃいますけど、でもオリンピックもね、一発勝負で世界一っていうじゃないですか。そういう意味で言うと、その2015年の一発勝負で一番決める時に勝ったんで、まあ日本一って言ってもいいんじゃないかなと思いますけどね。チャンピオンっていうのはたくさんいてますから、JKC チャンピオンはもうたくさんいますから、まあ、その中で、それが集まった時のクラスですよね。伊吹はそこまで上がったことないですけど、それでもオスのチャンピオンクラスで2016年と17年はたくさんの中からピックアップはされました。まあ、あとね、この顔が好きやって言ってくれる方も多かったんで、後輩も2度ほどしましたしね。ぶっちゃんの子供とぶっちゃんの孫もこの間生まれてました。あれ、遅いな、来ませんね。37分。もう、これ始めさせてもうてからでももう37分やから。ちょっとラインを送ってみますね。ちょっとラインを送らしておいてもらいます。今ね、関係ない話ですけど、FM の802でね、私が育ったあたりの、話してましたね。悪口言ってましたね。こんな大阪市内で不便なとこがあるのかって言ってね、大道とかね、上新庄とかの話してました。お客さんライブ見てたりして、ライブは多分見てないとは思うけど、まあ YouTube は知ってはる方ですから、どっかで遠慮して止まってはんねやろうか。多分それはないと思いますけどね。白は何を思ったんか。ぼちぼちなんかもらえるかなと思ってるかな。じゃあもうちょっとおやつちょっとあげて終わりにさせてもらおうか。そしたら、よいしょ、またこれついてるんでちょっと待ってくださいね。これしつこいでしつけとったんですけどね。まあ、こんな感じで私のパソコンの画面に映ってます。これをちょっともうちょっとあげて、よいしょ。あともうちょっとそろっと取りなさいよ。ぶっちゃんなんかね、そろっと取るんですけどね、これそろっと。僕はね、取るときにパコッと取るんですよね。
タイムラグ結構ありますよね。だからね、これ白にやるときはこうやって持ってね、手は噛んじゃいかんって知ってるんで、こうすると手は噛まないんですよね。そろっと取るんでね。でないとパクッとこう頑張ってきちゃうんでね。はい、おしまい。こんな感じでかなり遅れますよね。でこれがまた遅れ次いくんですけどね。はい、ぼちぼち、まあ、なんぼなん多分もう来られると思うんで、ぼちぼち先に終わっとこうかなとちょっと思います。今日も2回もたくさんね見に来ていただいてありがとうございました。また、先ほどもちょっとお話ししましたけど、明日またできるかどうかも本当に分かりません。時間もちょっと分かりません。来客その他の都合で時間はずれるかもしれません。大体まあ可能性が一番高いのは、お昼1時前ぐらい、それと5時前ぐらい、この辺りが琥珀と息吹よく出没する時間帯だということは間違いないと思います。ただこれも本当にわからないんでね、あんまりまあ期待しないで軽い気持ちでまた見に来てやってください。名古屋ね、行きますよ、行きますけど、この子ら行かないんで、私が行っても皆さんきっと興味ないと思います。私軽トラで行きますんで、この子ら乗ってこれないんで、その時は妻と自宅待機になると思いますんでね。名古屋は私近いうちに行きますけどね。私だけ行って私に会っても仕方がないでしょ。はい、すいません、今ね参加された方もいらっしゃるんですけども、ぼちぼちちょっと来客予定があって、もうさすがに近くまで来られてると思うんでね、ちょっと準備したいと思います。はい、私だけです。バイクを取りに行きますんでね、軽トラに以前はね、エルフっていう犬はよく乗せてね、軽トラにも走ってたんですけども、まあ、今はもうどちらかだけ乗せるっていうことはあんまりしたくないんでね、以前はエルフだけ、モカだけっていうことも時々やってたんですけど、ゴンちゃんだけっていうこともやってたんですけど、やっぱり今まで長いこと買ってきた中で、正直なとこその平等にしたいなっていうのもすごく強くなってきて、どちらかだけを留守番させて片方だけいい思いで、次は入れ替えたらいいじゃないかっていう意見もありますけども、ちょっと私最近はそうじゃなく、もうこの子らは今が全てなんでね、今とにかく今です。だからね、できたらもう毎回同じことをしてやりたいと思ってます。それも痛感したのがね、いぶきがドッグショーに出なかった時に、吐くだけ洗った時にね、武器がものすごく拗ねて動かなくなって、ご飯も食べなくなったんですよ、吐くだけ洗ったらね。でそれはやっぱり普段いぶきはお風呂に入って洗うのはそんなに好きじゃないんですけどもね、それでさえも吐くだけ洗って自分洗ってもらえなかったら普通寝ちゃったんですよ。それ見てやっぱり同じことをしなあかんねんなっていうのは思いました。まあ、それからできるだけもう同じことを同じようなタイミングでできるようにと思ってます。これ今手前にいてるからね、ハグの方が顔大きいですけど、本当はだいぶイブキの方が顔大きいんですけどね。もう食欲なくなって、まあ本当に 2,3 時間のことやったんですけどね、洗って出てきて武器動かないんで、どうしたらしんどいんかなと思って、じゃあちょっとご飯でもあげてみようかって言ってあげてみたら、食べないんですよね、全然全く動かずに口もつけずに、あれしんどいんかなと思って、ちょっとこれおかしいかなと思って、動けって言っても動かへんしね、これはちょっとやばいな、どうしたんかなと思って、びっくりして心配、妻と心配してて、ひょっとしてやきもちかなと思って、まあ自宅で洗ったんですけども、ここへ来て乾かす予定やったんでね、一緒に車に乗ってこっちへ来て、同じようにドライヤー当ててあげたんですよ。そしたら機嫌治りました。
すね取ったんや言うてびっくりしました。本当もうそこまですねるかっていうぐらいね、まあ、全部の犬がそういうことを起こるとは思わないですけどもね、息吹はそういうぐらい繊細でした。自分がしてもらえなかったのがショックやったんだと思います。可愛いでしょそういうのもね。そうそう本当ねストライキやったんですね、意思表示やったんやと思います。だからまあゲートラにどちらかだけを乗せて、さすがに軽トラにこのこれ2つ乗せていくっていうのは難しいんでね、かなり暑苦しいし運転にも支障をきたすんでそれはちょっとできないんでね、どちらかだけだったらいけるんですけどね、そういう理由でまあ連れていくことは多分ないと思います。ぶっちゃんほんと繊細ですよ、うん、あのね男の子の方が繊細なんです。だからね後輩するときはね女の子移動さすんですよ。女の子平気なんですよ。男の子移動さすとね後輩できないんですよ。そういう風な話が多いんで、だいたい女の子の方を移動させて後輩します。まあそうじゃない子も男の子でもいてますけどね、うん、俺はどこでも OK やでっていう人もいてると思いますけどね、人じゃないわ犬や。言葉にね、制限かけられるんやったら今の制限かけられるかもしれませんね。はい、私からちょっと余分な話がまた伸びてしまいました。すいません。ではまた明日お会いできたら嬉しいです。右が9歳の息吹、左が10歳の琥珀姉です。ベロの黒いのが映ってます。絶版と言います。まあ、あんまり聞き慣れない言葉だと思いますけどね、ベロの、黒い模様が入ったゴールデンもそこそこ多いと思います。明日も、条件許せばもちろん明日も遊ばせてもらいますんで遊びに来てください。見に来てください。はい、多分これもまたアーカイブに残ると思いますんで、また見てやってくださいね。よろしくお願いします。はい、すいません。ありがとうございました。長々とありがとうございました。失礼します。